ロバート・トリート・ペインは、アメリカ合衆国マサチューセッツの政治家であり、アメリカ独立宣言に署名した。ペインは、マサチューセッツのボストンで生まれ、ボストンラテン学校に通った。1749年に、ハーバード大学を卒業し、教師をすると共に進学を学んだ。商人となり、南部の植民地、スペイン、アゾレス諸島及びイングランドを旅した。 故郷に戻ると1757年、または1759年に、マサチューセッツの法廷弁護士として認められ、ポートランド及び後にトントンで実務を積んだ。1768年、ボストンで招集された植民地会議の大議員となり、1770年3月5日のボストン虐殺事件の後で、トマス・プレストン大尉とその部下のイギリス兵の告発をした。 1773年から1774年には、マサチューセッツ高等裁判所。1774年から1775年は、植民地会議に勤め。1776年の大陸会議には、マサチューセッツの代表となり、この時にアメリカ独立宣言に署名した。大陸会議には1774年から1778年まで勤め。 議論の規則づくりと来たるべき、戦争のための火薬の確保に貢献した。1775年には、イギリス王への最後の誓願、オリーブの枝誓願に署名した。1777年に、マサチューセッツ会員の議長となり、1779年には、執行委員会の一員、1780年に、憲法総合作成委員会の一員、 1777年から1790年は、マサチューセッツ検事総長。1790年から1804年は、マサチューセッツ州最高裁判所の判事を務め、その後引退した。1814年に83歳で死に、ボストンのグラナリー埋葬地に埋葬された。ペインを記念する銅像が、トントンの境界領地に建てられた。ペインは、初期アメリカの開拓者、 ロバート・トリートの子孫である。ペインは、現代のアメリカ俳優・トリート、ウィリアムズの母系の先祖であり、その名前のもとになっている。HBO の2008年のミニシリーズ、ジョン・アダムズにロバート・トリート・ペインが登場する。エピソード1では、ボストン虐殺事件に関わったイギリス兵を告発する。法廷で敗訴となり、ペインとその仲間は、アダムズの家を訪れ、 その支持を得ようとし、イギリスに対抗する立場を取る際に公平な、党派として、アダムズの信頼度を使おうとする。ありがとうございます。